皆さんこんにちは、性感染症内科医ののりです。アシスタントのなーたむです。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりの。そうです ね。いや何よりも、はい、もうあの僕がこっち側に座ってるっていうのが、あ、本当っすね。最近すごい久しぶりなんですよ。確かにすごい落ち着くこっち話さなくていいからちょっとリードする側ですからね、こっちはね。そうなんですよ。大変ですよね。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。やっていただいて。本当に今日は、はい、今日はまた有名レストランの、えこのくだりローソン。もういいかいただきます。今日ね、わかめなかったんで。あ、そうですね。コーンサラダのものすごいコーン。いただきます。美味しいわ。診察終わって反省会、今日の受付のことして仕事終わってから軽く反省会して、はい、でその後に今度ね、大掛かりな動画を撮るから。そうですね、それちょっと打ち合わせしたね。はい、会議してましたね。1時間ぐらい会議しましたね。豚キムチ、 あ、それは新商品ですね。新商品、いただきます。これそっちいつものタルタルソース何番なんですかね。鶏肉何番かな。鶏肉、なんていうの、タルタルソースですね。あ、豚キムうまいわ。おいしい。では、はい、ちょっと本題に入ります、うん、こんにちは。ただいま銀座光クリニックでは受付スタッフ、 YouTube 編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で一緒に働きませんか。今回はですね、先生のもとにですね、うん、届いたなんとお手紙を紹介しようと思います。感謝の手紙です。とっても嬉しい手紙だったよね。そうですね、はい、あの本人様にもですね承諾を得まして、あの YouTube で紹介させていただきますということで、うん、あのいいですよってことで承諾いただきましたので、まあ、ちょっとお名前とかは伏せさせていただきますけども、はい、お手紙を紹介させていただきます。はい、お願いします。ではちょっと、はい、僕が読んでいいんですか。お願いします。僕しかいないけどでは読ませていただきます。のり先生へ、以前コンジローマとフレアプラズマの治療でお世話になりました何々です。ここがお名前が書いてあったんですね、お久しぶりです。この度何月何日に第一子を出産いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。主人から性病をもらい肺盤胞移植予定で焦る私に、移植を一旦中止して治療に専念するよう助言していただきありがとうございました。あの時治療しないで移植していたらと思うと感謝しかありません。妊娠後免疫力が低下したのか、コンジローマがお尻に再発しましたが、産科のクリニックで切ってもらいました。妊娠後期には再発しなかったので無事自然分娩することができました。まだ1ヶ月検診も迎えていないのでざっくりになりますが、多分母子ともに健康です。落ち着いたら不妊治療は再開します。またその時には検査に伺いたいと思います。子供がいるので自由が利くかは分かりませんが、もしその時はどうぞよろしくお願いいたします。メールでのお礼ですいませんが、まだまだコロナがすごいので気をつけてお過ごしください。本当にありがとうございました、というお手紙でした。ありがとうございます。ありがとうございます。これ嬉しいですよね。ね、嬉しいですね。これね、本当にね、まあお子さん身ごもってということだから、当時本当にまだ妊娠もしてないから本当に1年前なんですよ、うん、おお、すごいですね。ほぼ丸々どうなったかなとか思っちゃったりしててね。まあ、そうですね。そうで、この前これをねいただいて、はい、すごい嬉しい。そうですね。これはやっぱりこう治療と不妊治療されていた、うん、患者さんが性病になっちゃったんですかね。そうでね、このパターンって実は結構多くて。あ、そうなんですね。そう、あの、うん、僕らほら昭和の時代の性病かってまだ言われてた時の話とか聞くと、やっぱし、まあ、風俗とかで遊んできてでかかっちゃってで治してくれみたいな人たちがたくさんいた。まあ今もそういう人もたくさんいるんだけど、最近やっぱりちょっと増えてきてるのは、やっぱ不妊治療で、まあ、悩める夫婦というか、まあ、不妊治療中の夫婦がやっぱりそのいろんなさまざまな原因がやっぱないので、
あとは性感染症全部調べたいですみたいな感じで来るパターンは非常に多いです、うんうん、だから本当時代変わってきてるなって思って、うん、だから昔はちょっとこう男の人が遊んで行くようなクリニックだったのが、うん、今夫婦で普通にこう来るっていうことも全然あるようなクリニックになってきてるんだよね、夫婦でもいらっしゃいますよね、まあ、当然僕のクリニックは全然1年半しかまだ新しいんだけど、そのクリニックになってきてるっていうこの分野がね、性感染症っていう分野がだんだんそういう風になってきてるっていうところが一つ、うん、まあ興味深いところ、うん、でもう一つは、まあ、その治療をちょっとさっき中断してっていう話をしていたけれど、それは何かっていうと、例えばマイコプラズマとかウレアプラズマ、この場合ウレアプラズマだったんですけど、のお薬、抗生剤を飲むときに妊婦さんとかあとは授乳婦さんが飲めないような抗生剤もある、うん、で最初はまあそういうの飲めるところからこの方もスタートしたんですけど、どうしてもまあそれで倒せなくて、でその時にまあその主治医の先生とコンタクトを取って、でまあこの方ともお話をして、まあ、しっかり治してから次のステップに行くっていうことをまあ結論されたので、そういうふうにまあ向こうの先生とも話してね、この薬を行きますっていうふうにご説明してやっていきました。あ、院長がその患者さん の不妊治療の主治医の先生と連絡取って、そうでこの場合必ず僕はその主治医の先生と手紙にやり取りします、うん、やっぱりその勝手にねこっちでお薬出しちゃったりとかして向こうが全然効いてないよっていう状態っていうのは絶対避けなきゃいけないし、向こうは向こうでプラン立ててね、これからどういう治療をしながら妊娠に近づいていくということをやってるわけなんで、だからそこの点はもうすごく注意してて、いろんなまあ方がこの後もね不妊治療中の方で、治療を望む方いろいろ来られたけど、全部ちゃんとその手紙のやり取りをねしていただいてます、まあ、治療するかどうかっていう選択肢に、ね、関してとかっていうのは、まあ、その人の考え方とかあるいはその主治医の先生の考え方もあるので、ちょっとじゃあ治療は様子見ながらっていう方もいるんだけど、一応リスクとしてはこのマイコとかウレアっていうのは妊娠前にかかっちゃって妊娠すると低周性体重児だとか、あとは、流産のリスクが上がるっていうのと、あとは、まあ、帝王切開の後にね腹膜炎とかになっちゃって、その産みの元になるというかね、うん、このバイ菌が原因となって産みがすごくできちゃう、そういうことなんかがまあ論文で言われているので、まあ、極力ね、まあ、倒してから次のステップに行った方がいいんだけど、やっぱりほら切羽詰まってるわけじゃない、まあそうですね、もう時間もないしっていうのでね、だからすごくそこで、どうしようかっていうことを一緒に悩んだ患者さんです。本当にここの手紙にもいただいたように、多分母子ともに健康ですっていう、なんか良かった、本当に良かったですね、すごくみなぎる元気さを感じますよね、良、まあね、かったですよね、あの時すごくやっぱ切羽詰まってて辛そうにしててご夫婦で、だけどすごく今明るいね、なんか物が開けたんじゃないかなって思うよね、うん、これをこっちまで嬉しくなってね、そうですね、いや本当に良かったですね。でもね、また不妊治療を多分再開されてね、また検査に伺いますっていうことだったんですけど、うん、ぜひねまたっていうのもですけどね、うん、一度また検査、まあ、しっかりね検査をしてそうですねからまたやると。 で、ね、でやっぱり、まあ、これはすごくねいい例だったから、まあ、今回話させてもらったんだけど、うん、でもやっぱりこの検査をしてちゃんとバイ菌がいるかどうかを確かめて、まあ、治してからやっぱり妊娠とかね次のステップに変えましょうっていうことっていうのは非常に大切だなっていうのはこの、 ケースからも学べた、僕自身も学べたことだし、ね、皆さんにシェアしたいなと思って、今回はまあこれね本当にすごくプライベートなお話だけどさせてくださいってお願いして承諾を得ました。なのでよかったです、ね、みんなでちょっとこれをシェアして、あこういうこともあるんだ実際にっていうね、また我々のクリニックに来る患者さんが救われたらっていうふうに、はい、本当にお手紙ありがとうございました、ね、また幸せになってほしいし、そうですね、で次のまた治療も頑張ってほしいし、はい、うん、いつも遊びに来てください、はい、というところで、じゃあ今日は以上になります。はい、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。動画をご視聴いただきありがとうございます。アシスタントのナータムです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。